神上稽子は、日本女子の陸上競技選手。専門種目は長距離走、マラソン。2018年アジア競技大会マラソン銀メダリスト。兵庫県小野市出身。小野市立市場小学校、小野市立、小野南中学校卒業。2001年4月、全国高等学校駅伝競争大会女子の部、兵庫県の競合校である、須磨学園高等学校に入学。 全国高等学校駅伝競争大会では3年連続して補欠登録に止まり一度も出走はできなかったが高校3年生時の第15回全国高校女子駅伝は東欧高校で全国高校駅伝女子の部優勝を達成している高校卒業後の2004年4月サニックスに入社女子陸上競技部に入部 数年後同陸上競技部の廃部に伴い、長崎県長崎市の実業団チーム、18銀行へ移籍加入し、女子陸上競技部に所属。18銀行の先輩には、大木窓か、林明由美、藤田真由美などが所属。同チーム入部後は、トラックレースや駅伝の主要メンバーとして出場していた。初マラソンは2015年3月8日の名古屋。 ウィメンズマラソンで一般参加選手として出場し、2時間28分台の6位入賞の好成績を残した。2回目のマラソンは、2015年7月5日のゴールドコーストマラソン女子の部に出走2時間29分台の2位だった。2017年8月27日の北海道マラソン女子の部に出走。 2 7トル付近で女子の先頭グループから積極果敢に飛び出しトップに出たが3 3トル付近で前田実のる南に後方から追いつかれその後徐々に離される結果優勝者の前田とは1分以上離されて2時間30分11秒の準優勝となりマラソン初優勝もマラソングランドチャンピオンシップへの出場権獲得もならなかった 2018年3月11日の名古屋、ウィメンズマラソンに、初めて国内招待選手として出場。10km 過ぎで3位、日本女子首位の関根花館らハイペースの、先頭集団に遅れ始めたが、その後はマイペースを維持。終盤の 35km 過ぎでは8位、小原玲を追い抜き、ゴール直前では4位の岩でレアにもう挟ましわずか5秒、及ばす総合5位だった。 ゴールタイムは2時間26分33秒と自己記録を2分近く更新し MGC 出場権を獲得した。その数日後、2018年8月開催のジャカルタアジア競技大会女子マラソン日本代表へ田中海と共に選出された。2018年8月26日のジャカルタアジア大会女子マラソン本番レースに出場。気温27度。 湿度73%の過酷な気象条件の中、戦闘集団はスローペースに。中盤の 25km 過ぎで優勝したローズ・チェリモの飛び出しにはついていけず、その後野神が2位集団を引っ張る形式となる。中盤の 40km 過ぎ、給水地点を機に、野神はラストスパートを仕掛け、3位のキムヒソンらを引き離して、結果野神は2位入賞、銀メダルを獲得した。 2020年12月15日、2021年1月24日に開催される選抜女子駅伝北九州大会を最後に現役を引退することを所属先の18神話銀行女子育場部が発表。ありがとうございます。